第三代順段シャクサー・ジョン・カスト第三代順段シャクサー・ジョン・カストは、グレートブリテン王国の政治家、庶民院議長を務めた。1718年8月29日、第二代順段シャクサー・リチャード・カストとアン・ブラウンローの長男として生まれ、9月25日に、セント・マーティン・イン・ザ・フィールズで洗礼を受けた。イートン・カレッジで学んだ後、1737年に、 ケンブリッジ大学コーパス、クリスティカレッジに入学1739年に卒業1742年にミドルテンプルで弁護士、資格免許を得た。1734年7月25日に父が死去すると順断釈を継承1743年4月にサーマイケルニュートン順断釈の公認として、 対立候補のないままグランサム選挙区で、庶民委員議員に当選、以降死去するまで、同選挙区で当選し続けた。1746年までは、与党側に投票したが、1747年に、プリンス・オブ・ウェールズのフレデリック・ルイス側に転じたため、フレデリック・ルイスの家族で秘書に任命され、1751年に、フレデリック・ルイスが死去した後も、 未亡人をオーガスタ・オブ・サックス・ゴータの家族で秘書を務め続けた。以降は1755年まで与党側で投票した後、再び野党に転じた。庶民院議長を長年務めたアーサー・オンズローが1761年に辞任すると、カストは同年11月3日に全会一致でその公認に選出され、1768年5月10日にも再選した。 1762年1月24日、数密院の顧問官に任命された。激務により健康が悪化したカストは1770年1月17日に秘書を通じて一時休暇を取ったが、19日に正式に議長を辞任、24日に死去した。22日にはフレッチャー・ノートンが選出された。2月8日、カストの遺体はベルトンに埋葬された。 5月20日、カストの功績により、長男のブラウンローが、ベルトンのブラウンロー男爵に除された。フレッチャー・ノートンが庶民院議長に選出された時、ノース卿は、カストの勤勉さ、公正さ、そして庶民院の手続きに関する知識を称える、演説をした。ホレス・ウォル・ポールも、ジョージ・モンタギュー宛ての手紙でカストを称えた。1743年12月18日、 トマス・ペインの娘エゼルドレッドと結婚2何二女を設けた。ありがとうございます。